どうも、ビースパイスインクです。今回はナッツを使ったカレーです。ナッツは単体でももちろん、具材だったり焼き菓子だったり、パスタのソースだったり、いろんなところで形を変えたり、隠し味的に使われます。それほどナッツのポテンシャルは高いんですね。カレーでよく使われるのはカシューナッツで、今回はチキンと合わせて仕上げます。ほんのりとした甘さとまったりとしたコクが加わるので、きっと気に入ってくださると思います。まずはカシューナッツのペースト作りから。160度で10分、オーブンでローストしたカシューナッツをトマトとニンニク、生姜と合わせてブレンダーでよく混ぜます。今回は1人前で少なく、ブレンダーの刃が回りにくいですが、仕込む量を増やすと作りやすいです。ペーストが完成したら、玉ねぎをみじん切りにしておきましょう。これで下ごしらえが終わったので、加熱調理に入ります。まずはフライパンにホールスパイスと油を入れてテンパリングします。今回のホールスパイスはカルダモンとクミンです。クミンは焦げやすいので、本来はカルダモンの香りが立ってから入れた方がいいのですが、うっかりしてました。クミンを入れたらすぐに香りが立ってくるので、香ってきたら焦げる前に玉ねぎを入れます。じっくりと飴色玉ねぎにしていきましょう。玉ねぎが飴色になったら、先ほど作ったカシューナッツのペーストを入れます。これをしっかりと水分がなくなるまで炒めます。ここの加熱が甘いと、トマトの酸味が残ってほんのり酸っぱくなってしまうので注意してください。このペーストにもう少しトマトの量を増やして、パスタに合わせても美味しく仕上がります。油がにじんできたらいい感じ。そしたらパウダースパイスと塩を加えます。今回は甘い香りのシナモン少量入れてます。違う方向の香りを少量重ねると、複雑になって味に厚みが出ます。そんな気がします。粉気がなくなるまで弱火で炒めたら、鶏肉を加えます。今回はナッツや生クリームを加えて、油脂類が多めなので、もたっとした油の牛や豚、羊よりも油の融点が低く、サラッとした鶏肉が相性いいかなと思います。鶏肉を軽く炒めたら、水を加えて10分ぐらい煮ます。水分が煮詰まってとろみがついてきたら、生クリームを加えます。少し温度が下がるので、軽く加熱して温まったら完成です。味見をして味が薄い場合は、もう少し煮詰めるか塩で調味します。では盛り付けていきます。ちょうど今ぐらいの寒い日はお皿がかなり冷たいと思うので、事前にお湯や少量の水を入れて電子レンジで温めてあげると冷めにくいのでおすすめです。仕上げに生クリーム、パセリ、砕いたカシューナッツ、ブラックペッパーを振って完成です。いただきます。寒い日ってスパイシーなカレーはもちろんですが、ミルキーなもったりめのものが美味しく感じますよね。このカレーはシチューのようにご飯じゃなくてもナンやパンでも美味しく食べられそうです。最後まで見ていただいてありがとうございました。